ウィード。どうも皆さん、ゆきおでございます。さあ、今回はですね、ちょっといつもとは全く違う動画になるかと思います。ですね、ちょっと、お話ししたいことがありまして、今回ちょっと動画を撮ろうかなと思いました。それはですね、端的に言いますと、つい先日ですね、僕の、このチャンネルの登録者がですね、一応100人100人を超えたんですよ。100人って100人って何みたいな。もうみんなそんな人いっぱいいるし、なんなら1000、1万、10万なんてザラにいるじゃんみたいなふうに思うかもしれないけど、まあなんかね、やっぱり自分の中でやっぱり大きかったのよ、100人って。だってさ、まあ動画始めたのも、まあそんなに別によしやるぞっていう感じじゃなくて、なんかこの YouTube 好きだから、 YouTube よくね、あのご飯食べるときとか見てて、なんかまあ面白いし、なんかこう気軽に見えるっていうのもあって、好きだから、まあ見てたら、あ、なんかちょっと撮ってみるみたいになって、そしたらうちにあった古い iMac、 iBook にあの iMovie っていうのが入ってて、あ、編集できんじゃんみたいな、じゃあなんかやってみるみたいになったからやって、まあ、せっかくだからじゃあちょっとアップしようよって言ってやってって、まあ、そのノリで始めたんだけど、まあ、途中からまあ少しずつなんか登録してくれる人も増えてきて、コメントもいただけるようになってから、あ、なんかちゃんと見られてるんだなと思ったから、まあ、それからちょっと楽しくなってきて、そしたらまあ始めたのは2月ぐらいかで、今7月だから、まあ5ヶ月ぐらいはやってんのかもですね。もうずいぶんやってるけど、まあそれで、100人突破したということ、っていうのはやっぱ100人全く知らない人が見てくれてるっていうのは、やっぱすごく、100人が見てくれてるって、やっぱ普通に考えたら結構すごいことだと思うんだけどまあ YouTube 上ではいっぱいそういう人はいるかもしれないけど、なんか俺はすごく大きかったのね、それが。でなので、それなので一回ちょっとこの動画をこの場をお借りしてですね、今回は、まあ、いつも YouTube って、あの不特定多数に向けてやっぱり発信するじゃないですか、あの動画サイトなんで。で不特定多数に向けて俺もいろいろ動画やってきたんだけど、今回はですね、不特定多数ではなく今このチャンネルを登録してくれてる方、そして高評価とか、もうちょっと低評価でもいいですよ、そういう反応してくれてる方、コメントしてくださった方とか、その人たちに向けてちょっとまあこんな仰々しいことやるのもあれだけど、この場借りてちょっとね、感謝します、感謝をしたいと思って、うん、なんかやっぱりね、チャンネル登録してくれて見てくれてるっていうのがすごく嬉しいよね。うん、俺なんかまだ全然だけど、なんかそれがすごく嬉しいし、やっぱりそういう人たちをちょっとね、あのなんか、ありがとうっていう気持ちを伝えたかったっていうことだね、うん、っていうことなんですよ。なので、一応この動画を撮ろうかなと思って、撮りました。まあここまで見てくれてる方もね、時間使って見てくれてて、まあ面白おかしくやってるけど、いつもそれもね、ちゃんとコメントとかで反応してくれたりしてすごく嬉しいんですよね。なのでちょっと本当に、登録してくれてる方たちに向けての今動画だけどねになっちゃってるけど、だから、まあ本当にありがとうございます、いつもね、ということですね。まあ結構多分この動画長くなっちゃってるかな、大丈夫かな、長くなりそうな予感がする話すの好きだからさ、まあ途中カットするけど、ちょっと話し出すとね、やっぱいろいろ話したいことが出てきちゃう、うん、だから多分俺動画撮るの好きなんだろうけどそうね、まあとりあえず、まあ今まで料理やったり、まあアイハーブの購入品紹介とかやったりしてて、まあ自分の中でも別に好きなことを、楽しいことをやって、まあ見てもらえたらなっていう感じ、まあ参考にしてもらえたり、まあ面白おかしく何やってんだみたいに思って見られたりするのでも全然いいし、やってきたけど、まあなんか探り探りっていうのはやっぱりあったから、まあなんとなく100人ぐらいの人が見てくれてるんだったら、まあもうそろそろ
もっと好きなことやっていいかなみたいな逆にまあ今でも好きなことやってるけど、もうちょっとね、マニアックなこととかコアな部分を少し自分の中でも出していこうかなと思って、うん、まあ、うん、だからって急に変わるわけではないけど、まあ、結構ねやっぱりやりたいことがねすごいいっぱいあるのよ、うん、でもやっぱり、まあ、実現できなかったり、まあいいややめとこうみたいになっちゃうことも多いんだけど、まあ、ちょっとこれからもっと、いろんなことをやっていきたいなと思ってと言ってここで宣言して同じ動画ばっかだったらごめんなさいだけど、っていう感じなんで、まあ、これからまた少しずつ、まあ、結構マニアックなこともやるかもしれない、専門的なこととかだからいつも見てくれる人も何なんか急にわけわかんない動画になったとかいうこともあるかもしれないけど、まあそれごめんそれちょっとやりたいことだろ自分が、だからそれをちょっともっと出していこうかなと思って、うん、ちょっとそれをまあそれも言いたかったかなっていうのもあって、うん、まあでも まずはもう感謝本当に、うん、ここまで仰々しく言う話でもないかもしれないけど、それでもやっぱり嬉しいしありがたいからね、多分全く見知らない人が見てくれてるでしょ、まあ、すごいことだよねこれね今更だけどさ、うん、それだから、まあ、それは本当に嬉しい、ありがとうございますってこと、それがまず言いたかった今日ね、うん、そう、まあこの先こんな動画やるかどうかも分かんないからさ、なんかこういうなんか気持ちになってる時にやっとこうかなと思って、うん、嬉しい、感謝の気持ち、チャンネル登録、高評価低評価でもいいよ、ありがたいよ、反応してくれてるんだから、コメント本当にいつもありがとうございます、うん、なんかそれにやっぱりそれがあることによってこっちもやる気が出るから、だからやっとこうやってこうっていう感じになるから、うん、嬉しいです、すごくね、いつも本当にありがとうございますということで、今チャンネル登録してくれてる人向けの動画だったけども、こっからまたさらにちょっと間口を狭くしようかな俺自己紹介とか別にしてなかったから、最初からずっとなんか動画急に料理動画とか始めてるから してなかったんだけど、ちょっとね自己紹介っぽいことやろうかなと思ってまあゆきおがどんな人かっていうのを、まあ、ちょっと知ってもらおうかなって思って、それも今回の動画の趣旨でもあったから、まあ、とりあえず自己紹介しようかなと思いますなのでここからさらに俺に興味ある人しか見ないような動画になるいきなりまた間口さばくするけどいいかな、大丈夫かなじゃあ自己紹介するよ、いいね、はい、またここで今ふるいの落とされたかなあ、もういいやって言ったらもうやめてるからここで見てくれてるっていう人はあれだね、もう雪をフリークってことでいいね、いいよね好き放題話すよ、ここからまたさらに話すよ、よし話しちゃうよ、はい、どうもゆきおでございます、はい、ということで、まあ、自己紹介しようかなと思ってたんだけど、それはね一応なんかまあゆきおに関するちょっと 10個のことをねちょっと箇条書きにして10個のことをまとめてみた、まあもうこの10個で俺は構成されてるよっていうのをちょっとまとめてみたの、なのでそれをね10個ちょっとご紹介します、10個あるから10個あるからまあまあ時間かかるけど、まあみんな見てってね、よろしかったら、よし、じゃあやりましょう、まず1つ、ナンバーワン、僕ですね、これわかるわかるかな、一緒ね、ソムリエの資格を持ってるんですよ、うん、まあ別に自慢するほどのもんじゃないし、こんなん持ってるともう山ほどいるけど、一応うん、ソムリエの資格を持ってまして、まあ何年前かな、8年9年ぐらい前に取ったのね、うん、それはまあ一応いろいろなことがあって、まあもちろんワインが好きだからっていうのもあるんだけど取ったんですよ、なので一応ね、まあワインに関してはある程度自慢じゃないけど、まあ、こんなこと言ったら業界の人に怒られるわ、まあ、ある程度は知ってますし、まあ、ある程度専門的なことも分かるし専門的なことも話せます、なので、本当はちょっと、ね、ワインの紹介とかの動画を俺やりたかったの、うん、まあ、ちょこちょこ俺の動画にワイン出てきてるかもしれないけど、ワインの紹介動画とかもやりたくて、実は結構ワイン動画をもともとやりたいなと最初思ってたんだけど、なかなかちょっと踏ん切りがつかなくて、
まあ、結構ね、専門的なこと知ってますから、僕じゃあちょっと結構バリバリ真面目なことやっちゃいますみたいな風にやるのもちょっとなんかハードルが高くて、自分の中でね、だからハードル高かったからちょっとまあちょっとやめてたっていうか、まあどうしようかなと思ったんだけど、ちょっとこれからやっていこうかなと思って、うん、なんか好きなことをね、ちょっともっと自分の好きなことを発信していこうと思ったからやっていきます。まあお酒もともと好きだから、ワインに関してもちろん、まあワインは一応専門の資格取ったけど、それ以外にも全然好き、もうビールとかも超好きだし、ウイスキーも大好きだし、カクテル、まあ焼酎とかあんまでも飲まないけど、全然もうどんな種類でもねお酒飲むし好きなの、まあ、その中でも特にワインが好きだったから、まあ一応資格持ってる、まあソムリエ、うん、まあ飲食業も昔やったからソムリエを取ったんだけど、うん、ということはい、ユキオのこと第一、ユキオソムリエ資格持ってます自慢じゃないよ、自慢じゃないよ、全然こういうこと、こういう人ですよってことを紹介しただけ、本当に勉強すらまあまあまあ、まあ、誰でも取れるちょっとおかしいけど、好きだったら取れる、好きだったら全然勉強もするから取れる、俺好きだったから多分取れたんだと思う、うん、ね、ほい、第二、ユキオね、家族が大好きです別にみんなそうだと思うけど、あのね、家族好きなのよ。なので、一応今あの実家暮らしじゃないんだけど、結構帰るの実家に。で実家に帰って本当に両親とかじいちゃんばあちゃんとかとご飯とかよく食べるし、うん、なんかねすごく仲もいいし家族みんな。そうだからなんかね俺家族大好きなの。まあ みんな別に普通そうだと思うけど、うん、大好きだな。そう俺父親と2人でアメリカ旅行とか行ってるからねめっちゃ楽しかったけどそうもあるし、全然うん、そうみんな父ちゃん母ちゃんわけ隔てなく、じいちゃんばあちゃんみんなひっくるめて大好き家族は、うん、なので僕は家族がすごく好きです。大切にしてますし尊敬してますし、ここまで育ててくれてありがとうと思ってますから、やっぱり家族はすごい大事だと思う。ユキオ家族大好き。うん。ナンバー3。いえ。ユキオカレー大好き。まあこれはね、あの動画でもやってるからだけど、カレー好きなんだよね。で、まあ、最近あんま行ってないんだけど、1、2年ぐらい前とかは本当にあの毎週のように休みの日は、大体休みの日のランチはカレー食べに行ってた。うん、まあでもまあ、うん、そんなにあまり広い範囲には行ってないけど、結構カレー行ってて、でそれで行ってるうちに、まあ、自分の好きなカレーのジャンルとか方向性が分かってきたから、ちょっとね、僕の好きなカレー屋さん紹介するわ、3つぐらい。まず1つ目、ね、桜新町っていうところにある砂の岬、ここはねめちゃめちゃ好きなので、まあカレーも好きなんだけど、店の雰囲気も好きだし、作ってる人たちも好きだし、なんかもう店そのものがすごい大好き。なんか店そのものがもうね、なんか輝いてんだよね、光り輝いてるの、うん、表現なんでもわかんないけど、とりあえずすごい好き。まあただ少し並んだりして待つ時間もあるかもしれないけど、でもねあそこの空間はものすごく好きなの。だから多分俺の中では一番好きかもしれない、カレー屋さんなので。桜新町の砂の岬ね、すごくいいです。はい、それと、もう一つは今度はちょっとね、神奈川県の方にあるんだけど、逗子の方にあるんだけど、スパイスツリーってお店なんだ。まあみんな知ってるとは思うんだけど、カレー好きな人は絶対スパイスツリーはまあすごく美味しい。まずこれもでもこれまでもちょっと並ぶんだけど、すごく美味しいから逗子のスパイスツリー、もしよかったら行ってみて。ここはすごく俺がカレー好きになってからのなんかまあものすごくの、うん、まあのめり込んだ原点みたいなのがその店だったかな、うん、これも 2,3 年ぐらい前だったかな行ったの、まあ、すごく美味しいカレーです、スパイス3ね、うん、はい。で、この2つは日本の方が作ってるんだけど、もう1個好きなカレー屋さんもあって、それが今度はね、武蔵新田っていうところにあるポンディバワンっていうカレー屋さんこれはねインドの方がやってるんだけど、ポンディバワンもめちゃめちゃうまい、うん、ここもねよかったら行ってみて。武蔵に行って、まあちょっとマイナーなとこ、まあ、俺があんまり行ったことないからマイナーなと思ってるだけだけど、にあるんだけど、そこもいいと思います。うん、まあこの3つも、もちろん他の好きな店いっぱいあるけど、とりあえずはこの3つぐらいが自分の中での結構核になってる店、リピートしてる店っていう感じです。はい、ナンバー4、
ゆきおね、歌うことが大好き歌が好き、歌うこと好きなの。まあ音楽自体はもともとめちゃめちゃ好きだけど、まあ歌うこと、もう本当にライフワークです、自分の中では。うん、完全にもう昔から歌うことは好きだし、まあ、バンドやってたんで、まあボーカルとしてやってて、まあ今でもまあちょこちょこやってるけど、でもなかなか昔みたいな活動はできてないけど、うん、歌うことがものすごく好きです。うん、なんかもう一生歌い続けてられたらなと思ってるんで、まあいつかもしかしたら動画でもご紹介できるかな、まあしたいと思ってるんだけど、まあそういう場もなくて、録音とかも今もしてないからあんまそういうのないんだけど、まあちょっと、うん、まあこれは伝えておこうかなと思って歌が大好き。はい、No.5、 ゆきおね、サッカーのことになると人が変わるっていうサッカーも大好きなの。昔サッカーやってたし、やることも見ることもすごい好き。そうで、もちろん今の時期ワールドカップやってるんだけど、うん、まあめっちゃ見てるよ、もちろんめっちゃ見てる、寝不足になるけど大体の試合見てる、うん、やっぱりこんな4年に1回さ、そんなナショナルチームが本気でぶつかる試合をさ毎日見れるとかってないからねこれがねすごいやっぱいいよね、ワールドカップって楽しい。うん、まあ日本も頑張ったしね、そうすごく、うん、まあいい大会になってると思います、ロシアワールドカップね。そうで、もちろん海外のチームも好きだし、海外のサッカーもすごい好きだけど、やっぱり日本に住んでるから俺は J リーグもすごい好きなのね。で J リーグもすごい好きなんだけど、まあ好きなんだけどさ、やっぱりそこでさ、このチーム大好きですみたいに言っちゃうとさ、ちょっとなんかほらあれよく言うじゃない、宗教と政治とスポーツの話はしない方がいいみたいな、まあちょっとそういうの喧嘩になっちゃうするからね。だからスポーツってやっぱり本当みんな熱くなるから、で俺も結構熱くなるの、好きなチームに関して結構没頭して熱くなって、いつもこうああみたいな、結構そう人が変わっちゃう、本当に好きなチームのことになったらね。だからあんまりそういうことはうん、まあ好きっていうのは伝えるけど、まあどのチームが好きですとかはあんまり言わない方がいいかなと思って、実際、うん、そういうこと言うとちょっとなんか、まあ、反感買っちゃうとか、まあ、ちょっとそういうのを考えちゃうと、まあ、反感買うまではいかないけど、まあ、他のチーム好きな人が見たらなんかなんだよみたいになっちゃうかもしれないじゃん。だそういうのはちょっと平和主義者の影響としてあんまりやりたくないから、まあ、好きなチームとかは、まあ、ここではもう言わない。ちょっと今日暑いな、暑い。好きなチームとかね言うつもりないんだけどね、ちょっと暑いかなと思って。好きなチームとかは、まあ、別に言うつもりはないけど、なんか暑いな、うん、暑いわ。死にかけたことあるわ2回本当で死ぬと思ったことある、うん、生きてるからいいんだけど2回死にかけたことある1回目は病気になって肺の病気やって本当死ぬかと思ったことある病院行ってレントゲン見たら肺が真っ黒だった、あ俺死んだなと思ったその時まあ生きてるけど大丈夫だったけどそれとそれが1回目ね。で2回目は大学の頃かな、友達が伊豆の方に住んでて、伊豆の方の川で泳いでたのね。泳いでたら川に流されてマジ流されたの、本当に流された瞬間もうなんか本当に体の自由が効かなくなって本当死ぬかと思った、俺死んだと思ったんだけど、本当にああ人生ってあっけなって思ったの、本当一瞬。そしたら あっけなと思って手をこうやってわーって一緒に伸ばしたの、そしたら本当に手を伸ばした先に友達の手がガッてきて助けてくれたの。あれは命の恩人だよね、今思うけど。もう俺あれは死にかけたと思ったから、本当にあの手掴めなかったら俺多分死んだと思うよ、あれ本当。いや本当感謝だね。だませる雪はね、乗り物酔いが激しい、めっちゃ俺ね酔うの、乗り物酔いやばいんだよね、まあ、船とか特にすごいし、まあ、車も結構ね、なんかこうガクンガクンみたいな、ガクンガクンみたいな感じのブレーキアクセルみたいになるとすぐ酔っちゃうから、乗り物酔いするのよ、みんなする？乗り物酔いきついよね、船とかめっちゃきつい、うん、めっちゃきついもん。だって大学の時初めて沖縄行って、なんかちょっとダイビングして潜ろうっつってさ、
ちっちゃい船乗ってさ沖の方まで行って、でその時点で俺酔っちゃって、もうでみんな潜ってくるんで俺だけ酔って、もうあ俺無理っすっつって潜れませんっつって、ああってなって、うわーってなって、やっぱダメですって言って俺が岸に帰ったことね。その後みんなにお前何してんだっつって、もうヘタレ扱いだよね。まあそれぐらい俺酔うダメなの、車酔いとか船酔いとか本当するからきついよね、乗り物酔いって。何倍今日ゴールド免許なの。無事故無違反なの。なんでかって、もちろんペーパードライバーだから。免許持ってんだけど、免許なんて俺本当に高校卒業する前ぐらい取ってるから、あの田舎だったからね。だからもう本当に免許取った時は瞬間すごい早いんだけど、そっからさっぱり運転しないから、めっちゃゴールドいるでしょそういう人。めっちゃゴールドなの、超ペーパー運転できるかな。まあするけど。はい、ナンバーナイン。これね、絶叫マシーン乗れません。もう遊園地とかね、全然行かない。みんななんで好きなんだろう。まあこんなこと言うと怒られるけど、いやでも好きな人は好きなんだろうね。全然ダメ。怖いもん。ディズニーランドはでもね、ギリギリ乗れる。ディズニーランドのなんかアトラクションはなんとなく雰囲気でビビるけど、うん、ビッグサンダーマウンテンとかビビるけど、なんとなく乗れる、ギリギリね。それ以上はもううわっていうのはもう絶対無理、うわーみたいなやつ、もうすごいダメなの。だから絶叫マシン苦手です、本当に。いるでしょそういう人。はい、最後ナンバー10。いきなりベタになるけど、好きな映画とか言っとこうかな一応。まあ、映画は好きだけど、そんなに別にめちゃめちゃ見るわけじゃないんだけど、好きな映画、まあ、2つあります一応ね、自分の中で思い浮かんだのが。好きな映画1つはベンジャミン・バトン。ベタベタだけど、ベンジャミン・バトンがそうすごい、まあすごい好きっつうか、まあ、別に1回しか見たことないの、1回しか見たことないんだけど、ものすごくなんか心に残ったというか、なんかああいう、まあ見た人は分かると思うけど、ああいうちょっと人生の歩み方をする人の、心の揺れ動きみたいなのがものすごくなんかしなきゃ共感できて、別に自分のあるわけじゃないのそういう話が、なんかすごく共感できてめっちゃ泣いたんだよね俺。まあ俺まあまあ泣くんだけど、ああいうの見ると。でもそれもめちゃめちゃ泣いたんだ。ただベンジャミン・バトンはなんかすごく自分の中に触れるものがあったんだろうなと思って、だそこがすごく好きな感じかな。でそれともう一つあって好きな映画が、まあ、それはまだベンジャミン・バトンとは全く別のベクトルなんだけど、セブンっていう映画、ブラッド・ピットのやつ。これも俺1回しか見たことないんだけど、1回しか見たことない、好きな映画っていうのはどうかと思うんだけど、それもさ、セブンもさ見たことある人は分かると思うけどさ、セブンの終わり方もビビるじゃん。ビビるっていうかもうみたいな、こういうことみたいな。あれもねすごい印象残ってるの自分の中で。あ、うん、だからなんかすごく好きな映画って言われるとその2つが結構すぐ出てくる。好きなってこと、印象深い映画っていうのかな。まあでもすごい好きになってね、それがね、どっちもすごい好きだから。そう、うん、どんな映画でも見るんだけど、結構俺そういうホラーとかミステリーとかそっちの方が好きかな。ちょっとヒューマンとか若干暗い感じの方が好きなんだけど、そう。でベンジャミン・バトンはねすごくなんか、うん、まあ、心揺さぶられる何かもあったな。なんかベタベタだけどね、うん、でもすごい好き俺は。うん、そうだね。はい、そんな感じ。なんかもう大丈夫か、ダラダラ話し続けてるけどいいかな。まあそんな感じです。ユキオってそういう人なの大体。うん、なんでまあもしまたなんか知りたいこととかあったら、まあコメントとか残してくれたらお返事します。まあそんなに別にないだろうけど、一応ね、うん、なんか言ってくれたらねお答えします。本当に長々とここまで動画やってきました。本当皆さんありがとうございます。うん、ということで、まあ、今回はね一応まあチャンネル登録してくれてる人ありがとうってことで、まあ、100人超えたっていうのはやっぱり自分の中でちょっとびっくり、まあ、こんなに見てくれるんだと思って実際は。なのでまあ、うん、ちょっとここからまあ見てくれてるんだったらまあしっかりやろうみたいな風にも思うんだけど、逆に見てくれてる人いるんだから好きなことやろうみたいないう風な気持ちもなってきちゃって、もっと自分を出していこうかなと思ってます。うん、これでも意外と隠してたの自分をね。うん、隠してるんだよ。だからまあ、うん、また好きなことやってったりするので、まあ、マニアックなことも、うん、なるかもしれない。結構専門的な話もするかもしれない。まあそれはそれで、まあそれも幸男なんで、まあ
なんか温かく見守っていただけたらなと、うん、まあ別にそういう専門的なのがまあいいやって言ったら全然見ないでもいいし、うん、なんか違う面白おかしい動画だけ見てくれてるのもそれ全然いい、まあ、見てくれてるっていうのが嬉しい、まずは、うん、それでいいのね、まあ、感謝ということと、あとはゆきおの自己紹介っていう感じの動画でした。今回は、はい、本当に長々だね、今どんぐらい経ってるかわかんないけど、長々とお付き合いありがとうございます。うん、ということでこれからもまああのポツポツ動画、今一応週2回上げてるんだけど気づいてた一応ね、木日で上げてるの俺一応決めてるんだ、木日の、6時に上げるっていう風になってるんだけど、まあ、一応、まあ、これからペースはもしかしたら変わるかもしれないけども、うん、まあ大体そのぐらいのペースで上げようかなとは思ってますので、まあ気楽に気長によろしくお願いいたします。ゆきおをよろしくお願いいたします。はい、ってことですね。うん、もう大丈夫かな、大体話したもう話すの好きだからさ止まんないのよ本当、ごめんね。あ、はい、じゃあ、うん、そろそろ切り上げるかありがとうございました。本当に、ここまでご視聴ありがとうございます。そして今までね、いろいろご視聴、高評価低評価コメントすべて、ありがとうございます。本当に嬉しいし感謝しております。はい、ということで、今回の動画はこの辺で終わりにしましょうか。はい、うん、そしたらまた次からもね、また普通にいろいろやっていくんで、よかったら楽しんで見ていただけたらなと思います。まあ笑っておかしく楽しくね、やっていこう。はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。どうもゆきおでございました。じゃあね、バイバイバイ。